どうぞ。失礼します。もう、うん、俺にっていうの、お客さん。うん、よかよか。俺にお客さんです。どうぞどうぞ。こんにちは。おお、元気でしたか。なんだろうかって言うんだ。わあ、すーちゃん。ああ、先生覚えててくれた。ああ、珍しい。今来たの。こっち、遊び。ありがとうございます。くっす。こちらにも移住しました。まあ、座り。はい。はい。はい、設定おい、どうぞ。座布団が並べて、こっす。座布団を敷いて、こっち。はい。こっす。どうぞ。いつ来たの？去年の4月。去年の4月からもう熊本人に戻りました。もうちょっと太く声で言うのは分からん。いやー、珍しい、ここで会うとは思わなかったから。あ、そう。あ、どうもありがとう。どうもどうも、うん、こっせこっせこっせ。飯は食い寄りますか。こっせこっせ。あら、どこ行ったか。ふとこいで言うのわからん。こっせ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 。耳が重くてですね、まだ家内が入院したらで、もう俺一人で家の子供たち。いつ入院しなはった奥さんは。いや、出したことはないね。はあ、いつ入院しなはった奥さんは。帰ってくるだろう。また帰ってきなはる。帰ってきなはる。太く声で喋って。いつ入院されたんですか。はあ、いつぐらいに、ね、いや、最近だもん。うん、うん、で、ちょっと病院行って、もう入院した方がいいよっつってから、うん、もう帰ってくるとまた、はいはい、来る。何歳？年を取って寒がりで、うん、私寒がりはもう、うん、いっぱい人来る。あとはもう熊本在住ってはっきり言うような分からない。珍しい。そのあなた今どこだ、福岡か。あ、そうたい。熊本にね、娘のところにも同居しました。あ、そう。熊本人になりました。あ、そうね。うん、大体はお、あ、福岡なんかだったろ。対馬、対馬、うん、福岡から船に乗っていかんていかん。こっそりそりゃ取ったら取らんでいい。たひげなっとそっとくはずだ。ひげ伸びとっとこ、ひげ伸びとっとこは取らないか。ひげひげ、ひげそってちゃんとしとっとば。家内がほうちょっと入院したもんだけんね、うんうん、だから上子供たち夫婦安心ですよね。